いい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。名前は何にする？神、世を守る闇。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。神、何をしておる？ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？神、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらん。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせています。うん。
物見を殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村殿が後ほど主閣で演説されるぞ。士気を高めるためだ。いよいよ藩と刃を交える時。音がした。見に行く。俺の獲物だ。何もないな。さあ、観念そこだ。これはもう国に切られてしまう。
精を出せ。死にたくはないであろう。待つ時は息を止めるな。まずは息を吐き、それから見るのだ。すまねえ、お侍のようにはできねえや。改められるまで待つか。ありがとうございます。一体何だってんだよ。用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らは秋人だ、侍じゃねえ。絹売りの荒太郎、覚えてるか。あいつ九郎殿の毒を手に入れて乙女に持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。乙女もかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられた。中身が何かわからんだろう。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ、だけど今は我慢しなきゃな。叔父上の座敷に入り、文を残していかねば。Thank you.
ていらっしゃる。見せしめにしてやるのだ。そして誠の守護者を神に思い出させよう。この美しい島に恐怖や毒をまき散らすクロードではなく、我らのような勇猛で誇り高き武士である。亡霊していらっしゃる。何もないな。何かいるぞ。ここだ。三つを。
取られてはならん。お前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。猛虎は対馬で食い止めねば。将軍様のおわす本土を危うくさせてはならぬからな。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。わしの前でその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得たのだ。クロードは島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張り、何かあれば知らせよ。承知いたしました。夜を通して見張りましょう。目指すは最上階。今なら忍び込める。学の2カ所で猛虎が敗戦を期したらしく。どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通り。藩の居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。行くぞ。の2カ所で猛虎が敗戦を期したらしく。どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様の。敗戦を期したらしく。どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。
猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決であろう。仰せの通りに。ハーンの居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。調べるぞ。ん？なんだ？調べる。探すのはやめておこう。調べろ。見てこい、音がした。お目に留まりそうなところに。何もないな。出会え。おじ上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何卒ご加勢よ。そしてまた間に合うことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。